ヘビ使い座イータ星は、ヘビ使い座の構成で二等星。ヘビ使い座では、アルファ星に次いで明るい。ヘビ使い座イータ星は、かつては、実種等級が2.6等で三等星とされていたが、現在では2.42等とされており二等星とされている。この星は、3.05等と3.27等の、どちらも、A 型主系列星からなる、実施連星だが、 各距離が0.86秒角と小さいため、アマチュア向けの望遠鏡では分離することは難しい。その実態をつかむには熟練した技術が必要である。両星は22天文単に隔たっている。連星の内主星は、眼星より、わずかに高温で明るい。それぞれの星は、互いの共通重心の周りを、光天周期88年という長周期かつ非常に、 偏った、超遠軌道を取って回っているため正確に観測することが困難で、連星系のデータが不正確なものとなっている。イータオフューカイ、誘イータオフ。固有名を、サビクという。蛇使いの両膝に当たるゼータ星に、ア、イコールサーアルアウは、イータ星にア、イコールサーア、イコールサーニーという、アラビア語を星名が与えられていた。サビクは、 このアラビア語の使名に由来している。アラビア語のサブックの意味については、諸説があるが、アメリカのアラビア語学者ジョージ・エイ・デイビス・ジュニアによれば、勝利者あるいは制圧者の意味で、蛇使い座が、サソリ座の、ほぼの真北に位置しており、両足で巨大な怪物を踏みつけているからだという。2016年8月21日。 国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループはサブックをヘビツカイザイータ製への子有名として正式に承認した。ありがとうございます。